はい、今回も僕のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。はい、今回は、アゴン霧山杯の本戦1回戦から、井山裕太三冠対、蘇翊九段の一局を、見ていきたいと思います。はい、じゃあそれではお願いします。持ち時間は確か2時間ぐらいだったかなと思います。はい、普段の対局よりはね、少し短いかなっていうところですよね。この形。で、打たれまして。はい、かかりましたね。この場合、三三はですね、こうやって、こちらの、このような定石で打たれてしまうかもしれませんね。ここはちょっと価値が低いので。はい、ですから、ちょっと三三には入らずに、こちらで打たれました。で、両がかり。これはね、ここのね、出切りを狙ってます。よくね、指導碁とか打ってるとね、相手がね、こう打ってくることがね、結構よくあります。こうやってね、ここを先手で、断点を守ったっていうことなんですけど、ただこれはね、この損がね、こちらに対して相当ひどいので、こういう手はいくら、たとえ先手でね、ここを守ったからって言って、得できませんので、はい、これはいい打ち方じゃないのでね。はい、プロはね、絶対に打ちません、こういう切りはね。で、守って、この傷はね、あるんですけど、なかなか守って、白もね、守らないです。もし打つんだったら、こうやってね、切られてもいいように、隅で別々行動でね、はい、やるような打ち方になります。お互いね、ここを睨みながらの攻防ですね。これはこう打たせてから調子でね、こうやろうと。はい、ここがありますよね。備えておくのもまあ立派だったと思うんですけど、こちら打ったら、でもね、抑え込んでいくしかないですかね、打っている以上は。黒こちらできたら何か詰めとかでしょうか、今度は。はい、こんなぐらいだった気もするんですけど、これ出にはどうしようっていうことでしょうか。こうなりまして、これはこちら出切りたいんですけど、これはここに打たれてしまいますか。で、こうやられてね、つぐとあたりですから、つなぐ、ここつなぐのもちょっとあれですもんね、すごい違和感があるような感じですよね。ダメを、ね、白のダメを詰めてから、うわ、賭けはすごい手ですね。これは出切りますか、そちら。こちら出切ったら、これは、おそらく捨てて打とうっていうことですかね。一応取れてると思いますから、こうやって粘るっていうよりは、多分、こんな感じで捨てて打つのかなと思います。もし取ったら、ここも引くからっていうことでしょうかね。こうやれば全て引くんですけど、ここもね、全部先手で引くんですけどね。こういう進行なのか、どういう読みだったんでしょうかね。こうやって守る、こうやってね、打つこともないわけじゃないんですけど、どうですかね。どういう読みだったのか。視線はこちらを打たれましたね。それから出切り。
今度は這うことができて、ここまでは一本道で跳ねまして、一応これ取っちゃいましたね。取ってしまえば黒がいいと思いますね。何か誤算があったのか、どうやってもうまくいかなかったのか。でも最低でも、まあこうやって先ほどみたいな、ね、図で取る変化はできたと思います、この石をね。ただ取ってもいいかどうかっていう問題はあるんですけど、でもまあ取ってた方がまだ息は長かったんでしょうかね。はい、この図は実戦は取りに行ってますかね。はい、でこれで、ちょっと勢いがないということで投了となりました。そうですね、まあ取っててね、ちょっと形勢はそれでも良くないので、多分変化を求めていったんだと思いますが、そうですね、ちょっと序盤やっぱりここ桂馬で出られた形になってはね、黒がなんか打ちやすい進行なだったような気がしましたね。はい、じゃあこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。